恥ずかしいぞ。どこですな。わし大阪は大黒城ですね。今は小学校のアパートですねけど、ちょっと待ってましてな。せやけど、今日よかったよな。ここでなんかありますの。あんた、誰とぶつみかしたの。え、ほっとくで。そんなん言わんと一緒に歩こうや。もし行くことに元気になってくるんやから、どないなってんやろか、ほんまに。何ぶつぶつ言うてんの。あんたが気分転換に行こうって言うから来たんやないの。私は温泉に行きたかったんよ。温泉温泉ってな、アスカはロマンがいっぱいなんや。見てみこの衣装、雰囲気あるやろ。お前も忘れたんか。4年前に亀石乗ってアスカ時代行ったやろ。何がロマンやねん。どうせなら衣装まで浴衣のお君様みたいなの着たかったわ。浴衣のお君、せやな。ま、何着ても似合ってるやろうけどな。ほんまよう似合ってるわ。これ直すね、お母ちゃん。気持ち悪いこと言ってるな。新作や新作やにて変わった服ばっかり作って売れもせんと一人で納得して、シャアから店から取られたんやないの。年金もまだもらわれへん言うのに。それ言わんといてえな。うちだけやないわ、みんな不景気なんや。それな、それでどないする気な。私かてスーパーで自分なんかもろてる思てる。アジのマリネやきんぴらごぼうのパック詰めして、やっとこの間700円になったとこや。足腰が減るし、肩は苦しい。あれこの果てにチームに散々怒鳴られて、若い子は何もでもいますからねって。私かてまだ若いやんか。せやな、お若い若い。それでも辛抱せなやってかれる。あんた来月の家賃どうする。今そんなん言わんでも苦労かけてすまんな。わしも靴一筋やったから他に何にもできへん。せやから気分転換にスナックが発見されたひとりとも行ったし。まああの建物どこか。せや、中は見られへんけど写真にある石室の南側の壁にこう描いてあるわけや。今にも飛んでいきそうなスナックが。見れへんものを想像する、それが明日間の楽しみ方。せやんか、お母ちゃん。だんだん分かってきたな、アスカの楽しみ方。あ、あんた、あんた、亀石。イルカさん、いても違うか。呼んだら出てくるかな。イルカさん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 。いてんの分かってますね。あれ、どこか行っちゃうのかな。これに乗って旅したもんな。広がって目が光って近くでも間に合ったんやろか。胸やったんと違うやろか。せやな、そうかもしれんな。せっかくやし、ねえや、私また携帯で写真撮るんかいな。もう雨もうまいこと入ってるかい。あ、何してる。ゆうかさんに見ることになってな。ここのゆうか、アッコマーク、髪、ロット。あ、やほなこと言ってん。お腹ついたわ。お寒餅でも食べよう。いや、お前、頑張りかな。リベンジでこい。あ、してもいいや。
知らんきに。どう寝たわ。なぜそれを早く言わんのじゃ。お
おお、それはめでたいことじゃ。当地大事にするのだぞ。丈夫な孫を産んでくれ。大友、お主もそういうところだけはしっかりやっておるのだろう。いや、今日は酒がうまい。この蒲生の家で皆も気分が弾んでおろう。愛だけ貝だけではなく愛を語るのに忙しい者もいたんではないかな。そのようなものはおりませんでしょ、お父さん。そうかな、サラダ。今日は野森も大勢出ておるからどこで見られていたかもしれんぞ。遠慮することはない。誰かこの場で歌にして思いを打ち明けてみんか。竹内はどうじゃ。いえ、私はそのような。だ、あの竹内の人、ええやないの。お前もやっぱり若い男ええのか。わしはもうじゃない。いや、歌とも、サラも。私が歌ってみます。歌？本当なのか。はい。なぜだ。なぜそのことをもっと早く言わぬ。知る。竹内と会った時に言えばよかったの。そんなの嘘でしょ。打ち明けたからどうなるっていうの。
私は青友の妻よ。子供ができたって不思議じゃないわよ。心と体は別だというのか。そうよ、私は今でも竹千代を愛しているわよ。そんな、それでも大友の子。じゃあなぜ私を奪ってくれなかったの。大友の申し出があった時に私はずっと待っていたわ。ポーズ、そうしたかった。走っていって力ずくでも奪い返したかった。私は待っていたわ。館の前に何度も行ったんだ。でも相手は天皇の子。僕にはどうしようもなかった。だけど愛せる。愛せるよ、ポーズ。私も、だけ許して。愛せる。で何をしている。父上、何も言うな。早く行くのだ。あなたどうなさいました。いや、少し酔いを覚ませて。竹内と統治か。あの子たちも一生懸命なのです。分かっている。もう味方にそっくりになっていた。若い頃を思い出す。
ではもう一度恋してみます。味方、今でも私の気持ちに変わりはないぞ。
これでこっちの心配はないだろう。サラダ、大丈夫か。この雪の中、つらい思いをさせるの。いいえ、あなたと一緒ですもの。たとえほど濡れた衣がいてついてしまおうと、少しも辛くありません。それどころか、これから行く吉野での暮らしのことを思うと、胸がワクワクしてきます。そうか、そう言ってくれるのか。すまん、サラダ。兄の本心がどのようであれ、今の近江の都には私の居場所はない。もし兄の申し出に応えていれば、大友を立てようとする。空の赤江や高富の小金らの思うつぼ、私はたちまち謀反の罪に陥れられていたに違いない。選ぶ道はこれしかなかった。地橋で大きな笑みを浮かべていた奴らの顔は忘れようもない。あなた、芝の宮で草壁たちとあなたを迎え知るまで、私はいろいろなことを思っていました。父のこと、亡くなった姉のこと、ぬかたや当地の武士のこと。でもあなたの無事な姿を見たとき、新しい旅立ちが始まったことを感じました。あなたと共に生きていることをこれほど実感したことはありません。あなた、私はあなたといつまでもどこついていきます。サラダ、私は幸せです。不自由な思いをさせるかもしれぬ。あなた、厳しい冬の後には必ず春がやってくるものです。何をつ？怪しいものではございません。大友のまぐた様のトネでございます。大友のまぐたの？はい、大ママ様のご一行を木曽寺にておもてなしするように仰せつかり、お迎えに上がりました。寺にて温かい食事をご用意しております。まあ、草壁、もうすぐ温かい食事を取ることができますよ。はじけない。メスそうも、メスそうもございません。ささ、ご案内いたします。みんな、もう少しの辛抱です。頑張りましょう。はい、さらさま。サラダ、サカベ、見てくれ。今日はおじかを射止めたぞ。まあ、なんと大きな鹿。おわま様はこの鹿をたった一本の矢で止められました。元の両足も驚いておりました。お前ももう少し大きくなったら狩りに出て獲物を追うのじゃ。そして自分で取った獲物を食べねばならん。奪った命は大切にいただく。肉だけではないぞ。皮は口となり、裏輪として使う。そうだ、これより聞き見て、草壁に鹿の解体を見せてやってくれ。今夜は鹿肉で体も温まるぞ。食べましょう。草壁のあのようなところが気になります。心配することはない。あれが草壁の優しさだと思えば、身を収めるのに力だけではない時代が必ず来るはず。それよりサララ、この吉野での不自由な暮らしに少しは慣れたか。
はい、寒さは厳しいですが、周りの者たちがよくしてくれています。それに、あなたをいつも独占できるんですもの。オークにいた時よりもずっと楽しいです。魔法堂の薬狩りの時のようなことはありませんし。ガモーノ、まだあの時の味方とのことを。女はたとえ許しても忘れはいたしません。そうか、それはそれとして。なんだな。何ですか。バイト一緒なら何だってやれそうな気がしてくる。私もあなたと一緒ならどんな苦しいことでもやり遂げてみせます。そうか、それで前にも話したが、挙兵の準備を進めている。地元の漁師の協力も得た。それで狩りに通っておられたのですね。そうだ、それでしばらくお料理を美濃にやろうと思っている。今都は唐からの要求で武器の提供を迫られている。それにまみれて唐の鉄を使った武器を作らせるのだ。私の領地でもある美濃は刃物作りの地。お料理の商家も美濃だ。これは矢馬か。都から使いとなりました。都から通す。申し上げます。かねてより病床にあられます天皇様には昨日崩御なされました。父様が。兄が亡くなったのか。なお御家の儀はまだ決まっておりません。追ってお知らせ申し上げます。さらな、あなたこれからが本当に試練の道ぞ。あなた、共に雪の芋峠を越えてきたあの日のことを決して忘れはいたしません。さらな。雪なきがごとその雨に山なきがごと今の雪思いつくずこしその山に通る。先に言うたけど、中の大江さんが百済に兵を出すため九州へ行かはったよ。その時に伊予の仁木立で武方さんが読まはった歌が、仁木立に船乗りせむと突き待てば死をもうかないぬ今は漕ぎ出る。雄大で力強い格調高い歌だよ。
その時のことを思い浮かべながらこの歌を詠まはったのかもしれない。方殿の宴はいつも恐れ入ります。私はまだまだ勉強が足りません。他の人が忘れることがあっても、私はあなたのことを忘れませんよ。愛してはったんやな。吉野の大浜様が周りにはおいでにならないとか。ああ、体調が優れんので、吉野で免疫を得られるそうだ。おかしいですな。そうの身でありながら、何か不安な動きがあるように思いますが、どうかな。そうですな。災いの種は、早めに摘み取らねば。一層吉野に兵を出して小金小金の石像慎め。しかしですが、近江に来れないのは吉野で兵を起こす準備をしているからと噂する者もおります。吉野の見合いの荷物をことごとく調べねばなりませんな。大木の人の子様も吉野に文を伝わされている。情報が突き抜けでは何ともなりませんからな。小金、高知と大天様は親子ぞ。頼りを交わすのは当然のこと。しかしこの時期万全を期しておきませんと。二郎の動きを気をつければならない。あそこは大天様の領地、製鉄の盛んなところだ。もし武器でもそうだ、山科の出方色を築き上り、二郎から徴収しよう。武器を出して、兵としてすぐに間に合うようにするというのはいかがかな。それは良い考えですな。大殿様、早急に決断して決めたかっては、大変なことになりやもしれませんぞ。すべてはお借りが済み、父の供養が終わってからのこと。そのように悠長なことを言っておられたわ。困りましたな。休みしし窓を君の貸すときや見旗使うる山しなの鏡の山に夜はもう夜のことごと昼はもう日の
こうして天智天皇は山科のミサさんに葬られた。Thank you.
よし、狙ってみよう。
大甘さ得意なんやで。やっぱり天狗を見てもらう。おお、天下は二分されると出た。しかし南の空より赤き鳥現れ、我に勝利をもたらすと。赤き鳥すなわち須田くなり。おお、これで軍の士気も高まって伊賀に向かう。伊賀言うたら大友さんのお母さんの出身ってくれとしたら、本家の母方の実家があるとこな。いや、ここが馬山焼いて、ところがここで軍事らが数百の兵を連れて大雨軍に加わった。儲けはった。夜が明けてきたな。おはようございます。よし、しばらく休息を取る。飯を食うぞ。この辺りは今は天理から亀山へ名阪国道が通ってるところやけど、まあ吉野から大変な吉野にやったな。夜通し歩いてはんねんもんな。はよ、身も終わりの兵と合流せんと心もそいからな。ほら、何を思ってんの。いや、見てたらこれ入った。お前食い分に目ないんだからな、そんなんもらえなや。よし、出発。じゃあ伝えとるのはもう少し頑張れ。隅の山口で竹地が合流するはずだ。出発言うたはんで。これ肉の干したやつやんか、焼酎に合いそうやんか。もうおかせんなら飲むよ、飲ましたるわな。隅の山口言うたら今の杉インターがあるところやけど、屋根の上に竜が乗ってるお風呂のあるとこ。せや、そのあたりや。我に勝利をもたらす様へ、須
悪の旗のもとに立ち上がる者たちを守りたまえ、我は天皇として背く者たちを一つにせねばなりません。神よ、皆の者、我は天照御大御神なり、南より来たりし者、大和の国を治めり、我皆に光を与え、これで我が軍の勝利は間違いないぞ。さあ、あなた、神様も味方してくれているようですね。うん、大津が無事に着いたか。これで安心ですね。うん、美濃の国よりおよりが到着しました。お様、お疲れ様でした。おより美濃の国で三千人で川の道を塞ぎました。よし、よくやったおより。ふわってどこ？関ヶ原や。ここを制する者は国を制す。家康もそうやったな。果てつ、ここへ行け。はい。総大将として指揮を取るのだ。はい、父上。お任せください。みんな、ふわへ。おー、東海道の兵を集め、大天軍は一気に勢いづいた。上野の神に本陣を置いた大天様は、大和に向け数万の兵を出さはる。続いて、近江に向けて数万の兵。こりゃ大変やな。何万もいてたら、お昼食べるだけでも大変な量や。飛鳥では大友の家が宮を抑え、奈良と河内から来る近江軍と対戦する。桜井の橋方や大間でも一緒になった。あちこちで戦わはったんだな。輪を出た大天軍は瀬田の唐橋で決戦を迎える。大天軍総大将武智の御子、近江朝廷軍大友の御子、因縁の対決やな。当時さんめぐってこんな偉い草して。違う違う、そんなん違うわ。大友、トーチはもらった。何を言うか、竹地、トーチは俺の妻だ。見てみあんた。そんなアホな。大友、決着をつけようぞ。いざ。竹地、我は棺の御子なるぞ。皆の者、行け。怖いよ、怖いよ。お前なんだ。もう何すんのよ、あんた。うわ、うわ、うわ、わし、わし何もしてへんで。今だ、私もなかなかやるの。やった、無念やったと思うで。
もったいないな。しようと思って癖はないもんな。そやけど、タカチとトーチは結ばれるのかよ。ところがそんな簡単なもんじゃない。敗れた大友軍の大天軍の敗れた大海軍の将軍が捕らえられ、高飛びの小金は処刑、蘇我の赤江は島流しと、重い罰与えたんは走りだけで、他の者は許さかった。ええとこあるやないの。戦で手柄をあげた者には褒美を与え、役職をつけはった。能力のある者をより重要な役職につける。なんせ飛鳥に戻って新しい都を作らなあかんかったよってな。何よりも体制を固めていかなあかんから、全てに前向きやった。せやからでも仕事もろうたんか。せやんか、大人に言うてな、宮中の雑用係なんやけど、戦の時敵の武将を倒した言うて、あれお前がしたんや。知らんで。人だろう。あんた、え、おかしい、はい、何をとぼけとるのか。早く役所に送れるぞ。役所、え、はい、行ってらっしゃい。わしらしたか、始まりが早いからな。あ、飛鳥寺にお参りしていたな。何祈ったん。決まってるやない。急に分かりますように。ええー、彼女できますように。ほんならわしも頼んどこ。はよ行こう。しやかて、あんたがちゃんと仕事できてるかどうか心配やんか。幼稚園の子供やないんやから。役所の前でまたんといてえな、ほんまに。せやけど、おい、今でもこんなことしててええんやろか。もうぼちぼち帰らなあかんちゃう。せやな、雨の日の子じゃまだあるけどな。せやけどな、今回はお母さんに無敵でもろたわけやないし、どないして帰ろう。やっぱりイルカさんやぶしがないん違う。あの人どうせ不安にしてると思うで。せやな、thank you.
たち、これで一緒になれるのね。ああ、言っただろ、迎えに来るって。その時には、角野の父親になるって。そうだよ、約束した。父には話してくれた？話したよ、でも、もう少し待ってって。待つ？何を待つのよ。今度の戦に勝ったのは、トーチが情報を漏らしてたからだと。二人は以前から通じ合っていたんだと。噂する者がいるらしい。入れた人には言わせておけばいいじゃん。祭りごとには大野町の養殖にあったものも多く変わっている。もう少し時間を置くと父は言っている。父なんて、父は今天皇だ。逆らうことはできない。じゃあいつまで待てばいいの。私は父の身なりに男と一緒になったわ。おじさまから頼まれて父も断れなかったのだそうで、私はそれが分かっていたから従ったのよ。でも明智への思いを断ち切ることはできなかった。大友の愛に応えようとしても、心のどこかにいつもあなたがいて私を見ていたわ。詳しい優しい当地、僕だってお前さ、父から何度も妻にしろっていろんな女の子を勧められるけど、そんな気にはないな。結局当地が出てきて邪魔をしてしまう。邪魔とは何よ。あ、いや、それほど当地を持ってるってことだよ。言い訳しなくていいのよ、分かってるから。でもね、これ以上待てない。このまま放っておかれたら、私死んでしまうかもしれない。僕だって思う時がある。トーチと一緒に死ねたらもう離れることはない。ずっといつまでも。あかん、あかん、死んだらあかん。僕はこれは若いのに言うてんの。好きな人ってことやんか。そんなに簡単に死ぬなんて言うたらあかん。そうや、死んだら残された子はどうするの。当時さ、子供さんいたはるでしょ。私らにも子供がいまして、どうしてもできんで7年目でした。やっと男の子授かって、この人めちゃくちゃ喜んで、できたばかりの赤ちゃんに皮ごと作って吐かすねって。せやったな。この人クズ職人でしたからね。しんちゃんって言うんですけどね、その子。しんちゃん、わしに見て男前で。三つになるいう春でした。天王寺に桜が咲いてるから動物園に行こうって言って、朝から弁当作ってお客が来ても、今日は息子と花火ですねって一人ではしゃいで、店のシャッターを下ろそうとした、その時でした。わしの手握ってた息子の手が離れてしまった。じゃあ妹のバスワインを鈍い音がしましたんや。振り向いたらしんちゃんが車に、病院に行く救急車の中で引き取ってしもうたんです。わしや、わしが悪いんや。いいえ、私が悪いんです。あの子私の目の前で跳ねられてしもうた。私は弁当と水筒を持ったまま何もできんかったんです。ごめんな、しんちゃん。あんた何言ってんの。悪いのはわし。せやけどな、しんちゃん、わしの足が下がるくれてたみたいで。せやな、あんたの作る靴は日本一やな、お父ちゃん。それから子供には恵まれませんでした。父ちさん、子供さん大事にしてください。親や言うこと忘れたらあきまへん。はい、
供さんを亡くされたのです。私はハドルの母親です。親の気持ちはわかります。死ぬなどもう言いません。ポテチコーチ、二人の気持ちは一つだから。せや、それでええんです。あ、お父ちゃん、ところでジョバトたちは一体どこから来たんだ。わしだ。実は未来から来たんです。未来？そう、1300年以上の先の時代です。あの月へ行くようなすごい技術を持った時代です。何？あの月へ人が行くとな。ウサギはどうしておった？ウサギは月にはウサギがいましたでしょ。餅をついているはずだが。ウサギは、ウサギはいたそうですよ。たくさん。やはりそうか。そういう技術は進んでもあんまりええ時代でもないんです。仕事のないウサギも、あ、いや、人も多いし。うちの人もそうですね。戦争があったり、人と人が信頼していきにくい寂しい社会なんです。せやけど、アスカへ来て竹内さんや高知さんや大浜さんやルカタさんやサララさんのことを思うと、なんや心がホッとするんです。ようわからんのですけど、自分のルーツがここにあるような気がして、それでまた皆さんの何かいただいて、また明日から精一杯行ってみようって現実の生活に戻っていくんです。あんたはほんまに明日好きやもんな。その未来とやらどうすればいけるのだ。私たちを連れて行っていただけないでしょうか。いや、やめといた方がええと思いますわ。いつの時代も同じやと思いますよ。わしらがね、どないしていたかわからんのですわ。イルカさん、どないしました。早いこと助けとこなわれよ。イルカさん、今年の干ばつは予想以上にひどく、諸国の国司たちも市長の農機が守れず、百姓たちは盗みを生み出す者もいるとか、かなりの凶作のようです。容赦はするな。決めたことは守らねばならぬ。はい、加えて昨夜も見られましたが、あの大きな放置星は民の不安をより大きくしております。あのような大きなほうき星は初めて見た。地方に大払いを行うのだ。壬申年の戦の年、伊勢神宮に乗って勝利を得たが、その時皇室によってお祭りすると誓った。国を立て直すのに懸命になり遅くなってしまったが、多くを西洋に出そうと思う。大久保姫にこう伊勢の太陽に。大久保、言ってくれるな。あ、はい、お父様。大久、知っていると思いますが、太陽になるということは築の宮で精進し、生涯を求めているということですよ。はい、サララ様。いえ、皇后様、覚悟はできております。お姉さん、それは大津、多くは選ばれて天皇の代わりに民に使えるのです。喜ばねばなりません。はい、お父様。多く、まず初瀬の五木の宮で身を清めるのだ。はい、わかりました。して干ばつだが、雨乞いを行う。さらにこれより南口山、細川山の草木を切ることを禁ず。はい、早速お触れ出します。山を守らねばならぬ。草木は豊かな水を育み、国を潤す。左に切ってはならぬ。罪を犯した者は処罰する。よう、ここにも伝えよう。はは、あれ
か。もう次第に大きくなってきておるようです。思わぬことが起きるやもしれません。申し上げます。宮の門で神が集まり、お仕事してくださいております。落ちる心配はないと沈めるのだ。Thank you.
リ殿とアスカイタブキの宮台の不伝で倒したあの蘇我の犬からというのか。おう、わしが蘇我の犬かじゃ。黄泉の世界から起こされてとうとう旅の案内人になってしもうた。ゆうかさん、待ってましたんや。待ってた。みんないつ出てくるか思って待ってましたんやね。せやけど、これどないしました。これか、トランザムファイヤーバード684年式ノリノリカブリオレ一家燃料使用。不景気を吹き飛ばすにはちいと派手なものに乗らねばのいや、亀石の調子がもう一つでの。また青森でも行ってるか来てたかと思いました。目立つの好きやからな。ところで、いいかな、携帯買いましたか。今時カメラ付きでもないと学校あるけど。もう新しいもの付きなんやから。もうゆかさんも、それに何やらあれ水星の軌道を変えるのだと厄介なメール送ってきよって。すんません、すんません。ゆかさんやったら何でもできる思うて。ほんならついでにもう一つ、2003年9月20日アスカの石舞台まで頼みますわ。頼みますわ。もし家賃がどうのこういうのだろう。いや、それはこっち置いといて。この燃料は環境には優しいがシート高くつくぞ。もうイルカさん、何個ついても構わへん。イルカさん、どいて。うん、鳥たち、もう行くのか。はい。未来手原の話をもう少し聞かせてくれようか。父上、いつの世も未来を築き上げるのは人の力。新しい国を作り上げようではありませんか。たけち、そうよの。あなた、私も協力いたします。うん、心強いことだ。武士たち、いや、いくらでまた会おうぞ。それでは出発。ぬかださん、さらなさん、さよなら。たけちさん、どうじさん、さらなさせりでうさぎによろしくお願いして。みなさん、またね。また会おうぞ。ありがとう。
村民劇団時空による万葉劇シリーズ第4弾雨かける朱雀、お楽しみいただけましたでしょうか。Thank you.